大島ガモの慎んでお詫び申し上げますどうも大島ですどうもガモですよろしくお願いしますお願いいたします始まりました <laughs> 始まってしまいましたね始まってしまいましたね いやまさか、うん、そこんななんていうんですかやりましょうって言ってからこんな浅い、はい、な日 <laughs> 日,日数で始まるとは思ってなかったですけど思ってなかったですか <laughs> これやろうって言い始めたのがなくてそれこそ3日前ぐらいですか、ね、いやいや、本当そうですね3日4日前にやりますかって話して、はい、いや、ノリと勢いですね、本当。にで当行き当たたりりばったりなんで、はい 何も正直決めてないという <laughs> 確かに、まあ、そのとにかく、まあ、共通認識としてあるのはまあラジオや,や,りたやってみてえなっていう、はい、そ,こそこのみで始めちゃってますもんねそうですねだからなんかそのこのラジオをするも。はも言ってたじゃないですかこうなんかこうテーマとか、はい、こう募ってというか。 みんなからのお便りを募ったりもしながら、はい、まあやっていきましょうよみたいな話してたんですけどそ,そこのテーマとかも正直そんなに詰めてこずいやまあなんか、はい、あれですねそキメキメで、はい、例えばこう,いうのこういうコーナーやりますお便りお待ちしてますとかやって。はい 来なかった時が怖いやっぱりあんまだからカチカチに決めすぎてめちゃくちゃ恥ずいじゃないですか <laughs> 自分らで <laughs> 自分らで <laughs> ハードルというか縛りを縛りに縛ってはい誰も来ないっていうだから一応まあこの初回これ一応初回、ね、初回ですねだからはい、はい、まあちょっと緩く始めてハードルも一番下に設定させていただいてはいはいはい、まあ もしこう聞いてくれる方がいるとするならばまあまあなんかね一緒にね楽しんでやっていけたらいいかなという感じでそうですねかなりだから緩くやっていければいいかなと緩くね当。はい。だからもうこのなラジオももしかしたら緩すぎて、はい、この初回で終わる可能性さえもある <laughs> <laughs> いやいや判断基準はあんまないですけどね <laughs> その,いやそのいやじゃあやんなよっていうあなりますけどね <laughs> なんかその <laughs> もうちょっとやるすよねいや,いやそうっすね <laughs> 何が何がダメやったんって逆になんかこのゆるさでやりますって言って普通にゆるく始めてやめたら「<laughs> ゆ,ゆるすぎたダメだこれは」っていやいやいやじゃあやんなよっていうね <laughs> いや確かに <はい S 1> まあそうっすねまあなんかゆるくね続,続けていけてまあ一応ね、はい ああのー、まあ、居酒屋でね、話した時に、一応、僕の最終目標をお話ししたと思うんですけど、はい、はい、まあこの緩く続けていった先に、うん、まああのロフトでイベントをやるっていう、そこも自分たちでめちゃくちゃはハードル上げないっていうね <laughs>、そうですね、か確かにで、できる範囲の、できる範囲の、そうですね、まあ、ロフトだったり、はい、まあちょっと背伸ばしてビレバンぐらいですかね。 やっぱこうサブカルじゃないですか言ってもそうですね我々割とこうサブカルですもんねまあだからちょっと憧れもありますもんねやっぱそうです聖地ですもんね聖地はい大島さんとかやっぱこう今度あれですもんねあの音楽のイベントだったりああもうそれ終わったんですよ実はあそっかそっかはいそのタイミングは終わってんのかそうですそうですもうだからじゃあ次はいつになるんですかあれは 次は29ですかねカレーのあ,あカレーのかはい、まあ、カレーも言ったらサブカルですもんねになってきてるんですかね確かになんかそんな感じがしますよねなんかサウナとカレーとーんあーなんかそういうのはそっちな感じの匂いが出してきだしますよねそうっすね確かにだか29のイベントに向けてうそうっすね今はあれですか 修行中って感じですか <laughs> そうですねだからある程度こういや本当居酒屋みたいな感じでやりたいんではいはいはい、はい、メニューも結構いっぱい出さないといけないから,らその辺のその辺のどうしようかなメニュー作るところからちょっと今いろいろ考えてますメニュー作るところからメニュー作るというかまあそのなてつうんですか、はい、これにしようこれにしたらじゃあ これはいいらないなとかぶっちゃう味がかぶっちゃうなとかでもじゃあちゃんとそうっすねえあの、うん、フライドポテトがあるんだったらはいじゃがバターはいらんなみたいなことですかああみたいなまあみたいなみたいなはい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 、はいはい、でしかもそんなにめちゃくちゃ仕込めはしないと思うんで 1>,、まあ、1日だけだし 1>, 1人ですしね そう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 だからまあ量も限られてるんでなるほどなるほどはいまあ前ねちょっとそこいろいろ考えてますかねほらいはい29日 <laughs> はいぜひねあのー、ご暇な方はいサブカル好きな方はぜひ29日 <laughs> そうですねガモさんはちょっとあれですもんね、はい、実家に帰られてるとそうなんですよねそのタイミングね本当実家帰ってなかったらマジで行くんすけどね <laughs> <laughs> まあでも実家帰れてないっすもんねマジでそうなんですよあのもうほいやわ,すげわかる長いこと帰ってなくて、うん、そろそろ帰んないとでですもんねこの辺で一発帰っとかないと確かにもうなんかまたまたなんかこう広まってきたら本当、ね、っすね もう帰るタイミングなくなっちゃうじゃんって思っちゃうん、ね、いやー確かに確かに確かにそればっかりはちょっと僕も困るので <laughs> 鳥取ね鳥取にはいはい本当鳥取なんてもう本当なんだ陸の孤島と,というかね僻地も僻地えでも鳥取はだってあれ日本海に面してるんでしたっけ、はい、日本海に面してますねああ<う>カニとか有名ですもんねだってあまあカニとかは有名ですけど でもカニが有名って何もないから言ってるようなもんじゃないですかないやいやそんなことないですってなんかやっぱやっぱその中国鳥取とかの人のあるあるなんですけどやっぱその自虐しすぎなんですよいや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 マジでんか市長市長県長がカニ取り県とかなんか言ってるんですけどそんなそんな恥ずかしいこと言ってると思うんですけどいやいやいやもっと もっと他にあれば、うん、そんなん言わなくてもいいんですよむしろまあそうですけどもうそれにしかもうそれしかもうすがるものがないから <laughs> いや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 あるだけいいけどな <laughs> でも。 いや,いや、逆にやって、いや、逆にやって、岡山だって桃太郎とかしか言われない,よい。桃太郎とかもう、聖地中の聖地じゃないですか、そんな。いやいやいや。でも別、はい、いや、まあ、でも別にじゃないですか。いやいやそんな昔の話だし、いやそんなあや,あやふやじゃないですか。僕、それこそちょうど、あれ、昨日かなはい,はい。これ今撮ってるのが土曜日なんですけど、昨日、金曜日に、はい。はい、あの、やりすぎ工事の都市伝説あるじゃないですか。 やってましたやってましたやってたんですけどそこであのー、あのミスター都市伝説関さんが、はい、次の都は <laughs> 東京から、はい、京都もしくは岡山になるって言ってましたからいやまあでもね確かに穏やかではあるんですよめちゃくちゃやっぱそうなんですよねそうやっぱなんか瀬戸内なんつうんすか台風とかもま来ないしはい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 、はい はい、瀬戸内海に面してるんで、やっぱそういう,うなんか、岡山はその地震とか、はい、なんかそういうのも少ないしっていうので、そうですね、そう、ね、<や>そう,そう,そうまあでも逆に倉庫が都になってくれるのであれば、はい、そこに面してる鳥取も盛り上がると思うので、確かに確かに、それに関してはちょっとあ<ー>あの期待してるところはちょっとだけあります。いや、確かに、全然、はい、もう革命ですよね、いや、革命というまあまあ、でも、言うて、岡山って大都会じゃないですか。 <laughs> いや、だから違うんすよ。<laughs> 全然、いや、マジで、普通に駅からちょっと離れた田んぼとかありますからね、余裕で岡山駅の周りでも。いやいやいや、最先端ファッションのジーンズを生んだ、<どこ> <laughs> あの岡山いや,い,やいや、まあ、ジーンズはね、そうですけどね、はい、確かに。みんなが行く、もう、デートスポットといえば、ちぼり公園、うん。いじってるやん、もうちょっと。<laughs> いじってんのよ、チボリ公園。もう、一発目に出してくるあたりが。 <laughs> な,んかなんかよくわからないドイツの兵隊さんみたいなキャラクターのあのチぼリ公演 <laughs> 入場料めちゃくちゃ高い <laughs> そうっすねあ,れあったけどチぼリ公演、はい、今ないですからねちなみにそうですよねアウトレットになりましたかアウトレットになってるもんなそう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 まあまあまあそれはちょっと時代のあれかもしんないですけど まあでもやっぱ都は岡山になるっていうのを聞いているのでいやまあ,ありだなそ,、まあ、そ,そうしてくれたら本当鳥取は本当多分あのまあそこが都になるのであれば、はい、今でいうまあ横浜あそうか、うん、とか。 ににななりるる土地のでいやもう横浜にはでも広島があるから横浜にはなんないと思いますけどまあ埼玉埼玉ぐらいでいや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 なんでその関東で2番目のとこ行ったのかちょっとわかんないですけど茨城いや埼玉とか茨城だとは思うんですけど鳥取はいやいやいやだってそうじゃない順当に行けば広島があんのに神戸もあるし 広島神戸いやだってっ隣岡山の隣に広島と神戸があるから千葉と横浜もくかくってそれは<え>な,んでなんで勝手にあの、ね、神奈川県に<れ>鳥取を神奈川県にしてるのか分かんないんですけど浜、ま、っ子みたいな感じで <laughs> 稲葉っ子みたいなならないですか稲葉っ子みたいな <laughs> ならないです,すかはい勝手に決められてください,難しいそれは難し,い <laughs> 難しくないでしょ別に。<laughs> <laughs> あのなんかね僕だからちょっとこの一応まあコーナー案じゃないですけどなんかやっぱこのやっぱ地元のこういう自虐ねのやつなんか面白いなと思ってほほほほうううう例えばこう僕岡山で「晴れの国」って歌ってるんですよ岡山ってなんかまあうそみいなねそう雨が降らないみたいな。 あってまあまあ確かにあのね結構少ないですもんね少ないですよまあ少ないは少ないです本当にでまあで国体がね僕高校1年ぐらいで岡山国体あったんですよ岡山でね結構何十年ぶりの「晴れの国岡山国体」って全面的に押し出してやったんですけど全部雨降ってたんか期間中。 <laughs> ここぞという時は <laughs> <laughs> ここぞというなんかそういう <laughs> 愛すべきその強度のなんかはい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 、はい、なんかあるじゃないですかまあありますよね <laughs> 愛すべきとこがやっぱありますよねそうそうそう、まあ、そういうところも愛すべきとこなんで岡山のねだからこの聞いてる皆さんももしかしたらこういろんな強度のそういう愛すべき自虐じゃないですけどはい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 何かそういうのもあら確かにそういうのはなんかありそうですね なんかそういうの聞いてみたいなと思って地元地元というかね地元の県地元の私のとか僕が住んでるこここんなこんな嫌なとこがあるんすよとかんかこんな嫌なとこがあるんすでもでもそれもなよくないっすかみたいなんかそれをみんなで笑うみたいなねそこも好きですもんねそう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 嫌い嫌いというかそこも好きなんだよっていうんかみんなでこう あでもそこいいねみたいな逆にいいねみたいなのをうん、うん、まあなんか言うのいい,いいかなと思って確かに確かにそれをこうねみんなでこう吟味し合おうじゃないかとはい、はい、ぜひとも皆さんで、ね、あそうですねそういう意味では今あのグーグルフォームを作ってこの動画というかこのラジオの,あの概要欄の方にあの URL 貼っておくのですげえ、はい、皆さんの,あのやつを募集しようかなと思っております ほ、はいまあ、他にもね<な>あのいろんな今ここから話していってテーマがあれば全然もう書き加えれるのでどんどん書き加えていったり、はい、今後のラジオでもこう書き加えていこうかなと思ってるんですけど素晴らしい、はい、なんか楽しみ、はい、楽しみですねなんかそういう,こう,なんだろう自虐とか、うん、ちょっとあれですよねなんかこうなんていうマイナス面を聞いていくのは、まあ、このラジオがまず あの謹んでお詫びします、はい、ラジオじゃないですかはいだあの謝るので我々が <laughs> そうっすね、はい、ちゃんと謝罪でも謝るからちょっと言,わ言いたいこと言わしてよっていうはい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 まあテーマではあるんでねそうなんですよ我々もあの最後はちゃんと謝るんで、はい、そうっすね言いたいこと言わしてよっていうようなところのラジオなので、うん やっぱガモさんがやっぱ毒すごいからな、<いや S 1> 意外と。<laughs> 毒が、なんか、なんかね、それ,いやそれ多分ばれてないと思うんですよ、あんまり世間の皆様には。世間の川家,さん川家さんのイメージがあって、でなんかそういうフォルムというか、もう、柔らかいね柔らかい感じのフォルム角のない、もう、まるで、<丸>まるで構成されてますもんね。そそそそう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 でも あの心の中、角まみれじゃないですか。<laughs> え、そんなに。はい、僕はあの、ちょっとはいろいろお話しさせてもらって思ったんですけど、やっぱ、その <laughs>、やっぱ。やっぱ、闇がちゃんとあるから。<laughs> なんか。いや,い,やいや、いや<ん>、いや、そんな。偏見の、偏見の塊だし。いや、いやい、やいや。もう、全然。<laughs> 僕はもう、あれですからね。目指してますから、この。ゆるキャラグランプリ一位を、僕は、もう。 <laughs> 大会に出て <laughs> えどういうことゆるキャラ界のトップになれるような容姿をしてるかなとは思っているので <laughs> あもうえ生身で生身で<いや> <laughs> それがあればだって頭が取れる心配もないですし <laughs> いくらどんな激しい動きしてもないですすごい,すごい史上初ですね、はい、でも確かに人がゆるキャラグランプリのあれって やっぱ着ぐるみじゃないと難しいなだからそうなんかそういうのを結構偏見とか、うん、でも偏見ってまあもちろんその不快になることもあるけど面白いのもあるじゃないですか面白い偏見も世の中にいっぱいあるじゃないですかいっぱいありますいっぱいありますそう いいろろねこのラジオでは言っていって、で最後ちゃんと謝るんで、ぜひとも言いたいことを言おうっていうような。はははいいい例えばですけど、今から僕も、じゃあ、例えばのこの偏見を言いますけど、はははいいい例えばですよ。例えばですあこの前というか、僕はかなり YouTube を視聴しているユーザーなんですけど、ははいい あのリビングに集まろうっていうすごい面白いチャンネルあるじゃないですかいやもうまあちょっと今も毒い入ってたな <laughs>、はい、まあいいやはいどうぞはいそこであの、はい、大島さんと上杉さんが、うん、あの野々宮美香さんの家にああ行きました行きました、はい、そこになんかその野々宮美香さんのこう NG なしみたいなところから アンミカさんのすごい優しいところとかはかい見えつつも、はいはい、なんかあのちょっと個だけその<え>いろんなところは全然よかった一個だけ、はい、聞きたいのがあれ編集してるの誰ですか <laughs> え僕ですねあれ編集してる僕だなあ,あなるほどなるほどはいあのー、そこでちょっと気になったのが一個だけあのテロップでなんだろうはい、あのー、浮き足だった上杉みたいなことを書いてあったんですよ <laughs> なんか落とした時に、はい、浮き足出す、はい、みたいなエロいっすみたいな感じのところ、はい、はい。でこうなんかこう、はい、ワチャワチャしてる感じあるじゃないですか、はいはい、やりました,や,りましたや,やってたじゃないですかはい、はい、あれ正直あの僕の目からすると一番多分浮き足立ってたのは大島さんじゃないかなといやいやどこがや あれは、いや、悪いわ。あれは悪いわ完全に、あの、なんだろう。いや,いやいやいや。例えるならばあの、お化け屋敷に行って、いやいや怖がってる人を見て、いやいや自分は怖くないよいやいやを立ち振る舞う立ち位置にいる、ずる <laughs> いやつみたいな。おすごいな。すごいやん。ほら、それ言ってんすよ、毒すご <laughs> <laughs> ちょっとちょっと後ろにいてワンテンポずれてお化けを見るあの感じ。増寿司さんを特攻隊長にして。いやそれは言わないでよ。なん <laughs> でバレなんでバレてんのそれとか。何って。バすなよ。だってなんとか,か隠せてたでしょ別に言わないでよ。だって本来本来ならばもうだって。 あのライトを見た瞬間に「<laughs> ラブホヤン」って最初に言ったのは大島さんなんですよ、はい、いやそうですよ。だから、はいはい、あれの時点でもう浮き足立ってんのね。<laughs> <laughs> なのになんか上杉さんに。 なんか野宮さんと手つながせたりして <laughs> <laughs> 自分はちょっと客観的なところからそれを見てい,いやだってな満足すよくないわよくないわこの人よくないわそこはいいよそこはそこはちゃんとできてたやん俺その役割を俺は全うしただけだって見てられないでしょ俺がなんか手つないで顔真っ赤になってたりとかしたら <laughs> 見てられんからそれはんかそっかそっかバタバタしてんかミカちゃんちのものんか床に落としたり俺がしてたらやばいやばいでしょいやんかもう僕からしても2人ともそんぐらいしてほしかったなとてちょっと思っちゃいましたけどねいやまあね確かに野宮ミカさん思った以上に野宮ミカさんがいい人すぎてパンチが足りなかったんであはは 確か意外とね、はい、そうかいや確か俺はやっぱできる男みたいな格好つけちゃってましたわ確かにあれはできるやつみたいな感じでちょうどいい立ち位置にこう行こうとしてたんで <laughs> いやだってな <laughs> いやだ大事やんそれは大事じゃないですかだってまあまあまあ確かに、ね、番組上ねまあまあ番組上ね、はい、うわ偏見だわー 偏見これですわはいまあ、これ今これれ今あれです例えなので,例えなのでいや強いって例えがなんかもう本域気のやつやなんかもう <laughs> まあまあこういう感じの偏見とか、はい、皆さんの偏見も聞きたいですね確かにそうですねはい ここういうういいやつってこうだよねみたなまあそれこそ今みたいな僕の動画とか見てもらって、はい、今,今ガモさんみたいな感じで言ってもらっても,、はい、も思ったことをね,思ったことをね言ってもらってもいいですしそういうのも面白そうですね,ですね確かにね,うね、うん、ちなみにあのまあこういうねあるじゃないですかラジオでやっぱこういう募集して読まれたらどうみたいなのあるじゃないですかそこで1個考えてるのがあの ジーバードさんっていうね、今、うなぎ上りのジーバードさん大島さんのこうなんかお抱えの大島さんがもうギュッとこう捕まえてたはずのジーバードさんをはい、はい、鳥かごに入れていたのに <laughs> いのあのそれも別にねよくないですけど、ね、言い方としては。こう すごくこう大事に持っていたはずの自分まあまあ、まあ、はいはい、いつの間にかゴ, <laughs> ゴージャスさんに撮られてましたもんね取られ。いや、いや散歩させてるだけです。散歩させてるだけですかそうそうそう。やっぱずっと閉じ込めとくのも良くないから。ああ、なるほど。 ちゃんと外の世界も見ないといけないんら。確かに確かに。羽ばたいてもらうのがやっぱね、鳥としての本望ですもんね。そうそうです、そうです、そうです。ずっと鳥籠にいる鳥はもうかわいそうじゃない確かに確かに確かに。今、いろんな世界を見せてあげてるとこです。羽を伸ばしてるってことですね、ですそうです、そうです、そうです。ああ、じゃあじゃあじゃあ。はい。で、いろいろいろんな世界を見て、もう一回僕のとこに帰ってきてねっていう。 強くなっててて戻ってきてくれると <laughs> そうです素晴らしいませんそういう期間なので今なるほどなるほどはいでそのまあ G バードさんに実は一緒にね3人であのご飯食べたんですけどその時にまあこういうラジオやる,や,るやりたいねって話をしてる時にじゃあ僕は、うんあのー、ステッカーとかあるじゃないですか、うん、そうステッカークリアファイルみたいなよくありがちなやつ、うん、あれを僕書いてみてください くださいよって軽い感じで言ったらもうその翌日にラフの絵を描いて送ってくれたんですよ。が早いですね本当にしかもそれもめちゃくちゃ可愛かったんで可愛かった。なんでそういうのをもしステッカーとかにステッカーにするの多分すごい簡単だと思うんでもしそういう採用採用って言ったらあれですけど読んだ方のただその読んだ方の どうやって送ろうかなって感じもありますけどそうかまあかツイッターアカウントとかを書いてもらってそこからまたさらに連絡するみたいな感じにしましょうかねそうっすねはいはいはいそうしますかぜひあのステッカーができたらもうどうにかしてあの見せますのでそうですねはいはいいやあれはすごいっかだってラジオのこのそれこそ今

もういくっていういやね確かに暴挙ではあるな確かにいやまあでもまあまあまあそういうねところから攻めていきましょういういやに形大事です形大事ですからうんなんだったらそのグッズ欲しさにみんな投稿してくれるかもしれないですからねはい確かに全然ありますからそうなれば読まれることなんて本当どうでもいいグッズが欲しいだけっていう人でもいですからねそうですねそうですねうは楽しみだな楽しみですね はいまあ、慎んでお詫びしますなんで偏見とか、うん、その地元の自虐とかもあってそうです、ね、どうなんですかねコーナーって何個ぐらいあるもんなんですかねコーナーってどんぐらいなんですかねその僕もラジオいろいろ聞いてはいるんですけど、うん、まあそのね特徴があるんでそれぞれのね人のねそうっすねまあ3つ4つぐらい3つ4つぐらいだから3つでもそうかまあそんなに ねねあってもちょっとねってところもありますしただこのラジオの一番の問題点は YouTube でやるっていうので、はい、あの途中であの「それでは聞いてください」「何々さんで」みたいなのができないんですよねできないんですよもしやるとしたら大島さんのアカペラ <laughs> 僕これちょっと思ったのが、はい、いやちょっと上杉のアカペラありかなって一瞬思ったんですけど <laughs> あのやっていただけるならマジで嬉しいですいやちょっとおちょっとんか急に上杉がどうぞってアカペラ歌ったらまあありっすよね全然ありですいやそうなんだそれでは聴いてください上杉さんで「安室奈美恵の」みたいな感じでいやいや確かにちょっと依頼してみますわやっぱその欲しいもんな曲はやっぱり欲しいっすねはい それはもう今後やれるのなら本当とやりたいですね。そうですね。はい。はい、まあ、ああの、イースコあ近々、あの、まとめてあの、収録してきます、ウエスイート。<laughs> 僕も、<laughs> はい、あの、一応、こう、仕事上、事上はい。いろんな方々がいるので、うん。もうワンチャン、あの、雪のちゃんに頼みますわ。うわ <laughs> ちょっと <laughs> めちゃくちゃいいじゃないですかそれでは聞いてください「雪乃ちゃんで」っていう <laughs> ちょっとそれマジいいな雪乃 <laughs> ちゃんでマッハ25より <laughs> <laughs> 何歌わしてんの何歌わしてんのも失礼やけどいやもっと歌えそうだなあないやいやいや面白いなでも <laughs> 面白、はい、いいですねそういう感じをちょっと ちょっと依頼して、バカなふりしてちょっと依頼してみます。ああ、確かに、確かに、はい、いやそ意外と意外といけるかもしれないですもんね。意外といけるかもしれないです。はい。はい。わ、楽しみ。そうしましょう。やっぱ歌もいるわ。歌やっぱいりますね。歌いります。ラジオで言えばですもんね。あれってね。うん。んね、うん。うん。うん。うそこのリクエストも一応、あの。ちっちゃくやっと,<ー>やっときましょうか。あの。いいですね。あの、そのね。 フォームのところに、はい、この歌を歌ってほしいみたいなのがあればはい、はい、いいっすね、いいっすね。まあ、上杉さんであったりとか、歌っていただけたら嬉しいなっていうのでしう、っ、うんはい、はい。え、もうすごい。できるやん、もう。もうできますね。すごい。それができていくならできるな。できますね。あとは、この放送が、はい、これ僕のチャンネルで流していくんですけど、はい。はい、どこまで伸びるのかっていうのがちょっと心配。<laughs> <laughs> いや、やっぱ伸び。<laughs> まあ、そうね。確かにその。その別に、なんだろう、すげえ見てほしいというか、うだか我々はそのまあラジオなんで、うん、別にこ,うこの人に当てたいとかじゃない <laughs>、はい、わけじゃないですか。勝手に聞いてくれっていう感じの、うん、まあ、うん、あるなんかだろう、ある種、定周関白みたいな感じの気持ちの男気の着替えで行くわけじゃないですか。ただ、そのフォームがある以上、 まあね、何もなかった時の、<laughs> 確かに、この時は多分、我々の男にも <laughs>、<laughs> モチベがね確かに、シューンとなっちゃうかもしれないから、そこだけ強い気持ちで、まあなければ、そうすね、なければどうするかというか、まあ、まあ、大島さんの、 うん、動画見ながら僕がこうこ,こがよくないよねっていう話をしんどおいしんどいなしんどいなそれ <laughs> <笑><笑>まあまあでも確かにつ、まあ、続けないことにはねでもあれなで,である程度は、はい、ある程度はね、はい、やっていきましょうはいなんかだから、うんうん、まああとは人のツイッター勝手に覗いてあれしますあこのリプよくないなとか <laughs> <laughs> えその関係僕とガモさんの、はい、じゃなくてってことじゃなくてですね、はい、うわすごいそれ <laughs> いいっすかそれ面白いけどいやもう本当に何もなかったらですよ何もなかったらね、はい、だらそんぐらいしないとあ<ー>やっぱこう偏ったものがこう出てこないかもしれない、ね、出てこないか、はい、確かに確かにそうっすね、はい、だいぶ偏ってるなそれ <laughs> <laughs> いや,やりめちゃくちゃやりたいけどやっぱ日頃から思ってるもんなちゃんとやっぱ思ってますよねいや思いますよそりゃうんあんまこうそれを表だってね言わないけど、はい、いや言わないですよねだからけどもっと言えないしね今日今日というかこのラジオではもうすべて言えるので、はい、今週1週間あった大島さんなんか今週1週間でこいつやばかったなみたいなのあったりします いやそれこそ、はい、あの昨日の,その音楽イベントやったんですけど、オールナイトのね、まあ、ちょっとお酒もちょちょい出しつつみたいな感じでやって、最前列に、うんその、もう本当にこのパンクロック、なんんつうんですか、バンギャっていうんですかね、はい,はい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 、若い女の子の。イメージするとすると、前髪がちょっと長めで。そうっすね なんかメッシュのなんか緑とか入れちゃいがちのなんかピアス入れちゃいがちでピアス多いなみたいなそうそうそうでその服装も真っ黒でちょっとミニスカートでロングブーツみたいな座ってらっしゃってあなんかこういう子が来るんだみたいな思ってたんですよ、うん、で最初はまあいい感じで普通に笑って見てくれてたんですけど、うん、だんだんこうお酒なんかもうその15分に一杯ぐらいもう,もう飲みにはいはい、はい 買いに行って,て飲み物めちゃくちゃハイペース大丈夫かと思ってたらもうなんかもう徐々にこの僕らがこうトークライブならトークしてたらもう入ってきたりするんですよ <laughs> トークに <laughs> はい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 なんかこれってでもこうじゃないいやそれは違うみたいな,なんかもうすげえ普通に会話に入りだして <laughs> <laughs> いやでもいや最初はねもちろん。 いいやいやそういやすげえ普通に入ってくんなとか、まあ、やるじゃないですか。でもあまりにも入ってくるから、うん、もうなんかもう周りのお客さんも「うん、いこいつ何?」みたいなんでなんかだんだんもうなんかもう受けなくなってお客さんにもそのやべえやつがいてなんか変な感じ空気になってるからこっちが何言ってもなんか笑わない空気になっていっちゃって。やや、うん、やばばばいやばいいで俺らも もうそのもうどうしていいかわかんないから、うん、もうもう何言っても入ってくるし、トーク入ってくるから、もう最終的にみんなで歌うっていう。まあ一番、まあ、歌のイベントですもんね、音楽の,のいや、でも別に歌いたくないじゃないですか歌、歌手でもないから。でもその歌わざるをえない、はい。 空気になっっちゃったんすよねいやすごいじゃないですかいやすごかったマジでまるでテニプリの最終回みたいな <laughs> <laughs> なんか締まりがないから最後歌うっていう <laughs> テニプリのそんなんでそんなんなん、ね、そうですよテニプリの新テニスのおじさまじゃなくあの前のやつは最後歌歌って言われて<ご> <laughs> びっくりしたんですから <laughs> すごいと思って。 天才だと思いますね。確かに。みんなで歌ってるってって。<laughs> いやそう本当になんかそう素人がただ歌うっていう最後 <laughs> あの本当にもうやばかったな、まあ大変でしたよ。歌だったら入って来られてもいいですもんね。<laughs> まあ最悪ね。そうですね。うーん。いやすごい。<laughs> いましたねそうやばい人。やば愛の手を入れてきたんですね、はい、そんな。 合いの手どころじゃないっすよ。<laughs> もうなんならもう回し出したから。<laughs> 回してるやん、こいつと思って。<laughs> 裏回しとかじゃなくて、表回しでね。<laughs> 表回し。<laughs> いや、すごい。いや、すごいなと思って、それ。いやすごいす。普通に、やっぱお酒飲むと怖いっすね。怖いっすね。お酒はやっぱ怖いな怖いわ。 いやだからもろ刃の剣じゃないですけどねもちろん楽しいいい空気にもなったりもするけどやっぱそういうねモンスターを生み出すものでもあるんだなっていう、うん、そうですよ本当、うんでもあの本当お酒に関してなんですけどあの、はい、お酒飲める人の,、はい、あのこれジュースみたいとかこれ水みたいとか、うん、あれは本当やめたほうがいいと思いますよね <laughs> ど,うどういうことですか あのなんか飲めない人に対していやこれジュースみたいだからとかこれ本当水だよ水、水みたいな <laughs> それだって言ったら例えばですよ、例えばタバコ吸ってていやこれ空気みたいだからっていうのと一緒で一緒っすね。<う>確かに 進めて全然一緒じゃないからって話じゃないですか。ななにんかジュースみたいとか、水みたいとか。なんやそれお酒だわ、お酒だわっていう。いや、死ぬほど言われてきたんすね、それ。いや、いや、言いがちだな、確かに。でも、そういうのって。いや、ムカつきますね、確かに。ジュースなわけないし。いや、確かに。言わないようにしてるわ、それなんか。そんなわけないもん。そんなわけない。こっちジュース飲んでんだから。 わかるからジュースの味は言うよなあれ何なんすかねなんで言うんだろう強い自分はそんなにこんなのじゃ酔わないよっていうぐらい酒が強いんだよっていうアピールああ主合アピールで言ってるんですかねこんなの水だよいやもうちゃんと言ってほしこれはお酒 いや本当にそれが大人ですよこれはお酒だから無理して飲まなくていいよが大人ですよねそれが大人です本ん本当にそう皆さん気をつけてください本当いや本当にこれ当もうもうパワハラですパワハラモラハラパワハラかあるハラですかね今あるハラかはいあるハラか確かにもうかもうああいうのな主語アピもまず意味が分かんないですからねいや意味ある意味わかんないよな主語アピ主語アピでうまくいってるの ロロノア・ゾロだけですもん。いや、別そんな、ロロノア・ゾロが主語アピ別してないでしょ、そんなに。うまくいってるかもわからんし、別に。<laughs> ああ、あんまりうまくいってないですね。いや <laughs> いや、うまくいってないというか、<laughs> 主語アピを俺、まず受け取ったことがないな、<laughs> ロロノア・ゾロから <laughs> あ。違うんだ。主語アピしてると思ってました、勝手に。いやいやいや、剣豪だから。剣豪か。 うん、そっかそっかうか、ん、そうですよそうそうそういうやべえやついましたわいやお酒の <laughs> うんいや怖いましたやべえやつ僕で<れ>でもね今週1週間そのなんかそういうだから今週1週間というかそのこの前ラジオしましょうっていう話からじゃあちょっとそういうのも考えてみましょうかみたいな話になってたんで <laughs> うん、うん、まあ周りの人を見てたわけですけど はいはい、やっぱこう心が清らかなのかそういう目で見れなくはあ <laughs> いやどこがなかなか見れなくていやいやいや寝てただけでしょうね、ま、<laughs> なんかなんかすごい優しい気持ちになっちゃって <laughs> うるさいなやっぱ街行く人の会話とかも結構聞いちゃうんですけど聞いちゃいますよねはいなんか隣のさごはん屋さんで隣で話してた女の子2人みたいなのが、うん 多分ん30代近くで片方は多分ママさんなのかなみたいな人たちがいて、はい、なんかその人たちの会話でこ,あのこの前水炊きしたんだけど、うん、水炊きって知ってるガラからどんどんガラガラってずっと言ってたんですよわーすげえなあのそれが僕の中ではあのいやガラなガラって思って <laughs> そこ, <laughs> そこ <laughs> イントネーション何だったら鳥柄って言ってと思いながらいやいやどこ気になってんすかいやそこそんなザラ行くみたいな感じのガラから飛んのみたいな何そのガラっていやいやいやそこいやいやいやもういやそこなんすねなんかその <coughs> いや、水炊きを鶏ガラから取んな、か,かっこつけんな、かなと思った俺。<laughs> まさかのイントネーションだ。もう本当。この前お肉屋さんに行ってガラ買ってきたのってちょっと言ってた。<laughs> なんから。ガラ <laughs> <laughs> それはザラ<や>ザラの言い方だろう。いや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 。生きづらいって、それは。<laughs> そんなこと一時期にしてたら。イントネーションか。それはちょっときりそ。その。その。あらさ。方々もそ。 なんかそれから中華料理屋食べてたんですけど、このザーサイってあれだよね、ラーメンに入ってるやつだよねみたいなこと言ってたんで、はい。いやどんなラーメン食ってねって思いった。確かそんなやつがガラから取るなよね。そうの。入ってるの多分メンマ。そうメンマと間違えてる。メンマと間違えてるの。いやだめだ。日本日本ダメだ。ああいいっすね確かに。ぐらいしかやっぱ思わなかったんで。いやいいわ。 そのくらいそのくらいです、ね、あ,<ー>あったとしてもあ,あ,あとはあのバスで待ってたおじちゃんが「うん、はっはっ」って言って「ぺっ、うん、て吐いたのが、うん、タンじゃなくて雨玉だったのはちょっと衝撃だ <laughs> ったえっ雨吐いたと思って <laughs> 初めて初めて見たと思ったのは ちょっと衝撃でした今週今週それが一番のクリーンヒットでした <laughs> いやでもすげえわちゃんやっぱちゃんと人見てないとそれ見ないもんな <laughs> すごいびっくりしました笑っちゃいますねそれ確かに笑っちゃいました本当。あ,<ー>あれはマスクだってマスクしてるんですよみんなそれからはいそうすねからなかんかんうん、うんうん、って言い出したから、うん、あ大丈夫かなと思ったらペッ雨玉吐いてたんで <laughs> 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 ちょっとおっと大きめのあのなんかシュワシュワ系の、ね、<laughs> な,んでなんでいらなくなったんだろう <laughs> いるだろうまだ絶対しかもそのどどうん、ね、うんうんってやってるってことは絶対まだあったほうがいいのに雨は <laughs> 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 喉に、ね、喉に優しさが欲しいはずなのにねなんで吐いちゃったんだろうかんか気になる 合わさっちゃったんでしょうねいろいろと。ああ、なるほどね。そのぐらいですかね。ああ、いいですね。はい。うん。なんかそういう公共の乗り物とかで、はい。まあ電車はまあ乗るじゃないですか普通に。うんうんうん。やっぱね、あの1.5席分す座ってるやつ、はいはいはい。めちゃくちゃムカつきませんあの、めちゃくちゃムカつきますし、はい。ただ 僕に関しては座っちゃうと、ああ。いや、まあでもそれはちゃんと、しょうがない。それはわかるじゃないですか。はい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 。うん、で、別にちゃんと、それわかっ、なんかそのち、ちゃんと1席分に、ちょっとちっちゃくちっちゃくするでしょ、絶対。うん、ちっちゃくします、んもうほんとに。でしょもう、あの端っこに座れたらラッキーで、そちっちゃくなるか、座るところを浅くして、 <laughs> <laughs> 互い違いにすることでちょっとスペースをね。<laughs> なるほどなるほど、はい、あの開けてあげて奥行き奥行き奥行きでねきはい。うううんうん、うんなんとかするっていうのはありますけどいやそ,うですそれが普通なんですよはいはいはい、はい、それが素晴らしいとかじゃなくてうん。それが当たり前じゃないですか、うん、そうですねでもあの一点普通の体型で1.5席分座ってる大体おっさんなんですけどあ大体おっさんっすねあいどういう意味なん んかそのお前のお前のじゃないしその,そのへこみはお前の部分だけどその小高いちょっと丘になってる部分はお前のじゃないぞっていうところです、ね、そうでそこ気持ち悪くないやろお前もその, <laughs> そのちょっと盛り上がってるとこに足かかってたら、はい、ちょっと気持ち悪いですもんねねはいでなんかそのちょっとこう座ろうとし,してるだから僕そういうとこにも行かないんですけど空いててもはいはいはい、はい、でもそこに行こうとしてる人はちょっとこう なんかしゃーないなみたいな顔してちょっとずれるじゃないですか。ずれますね。いや、すなその顔 <laughs> なんか。いや、お前のじゃないから。何を譲ってあげたみたいな顔して。いやいやあれマジでもかくんだよなあ,あいう人たちどういう。どういう意味なんですか、ね、どういう回路でそれを考えてるのかわかんないですよね。いや、本当にわかんないあれだあの。電車だったら、はい、その横並びじゃないですか。 僕、の割とバスユーザーなんですけど、バスの後ろの席、一番後ろの席って、ぎゅうぎゅうに詰めたら、5人座れる人で、すすねね座れま今の環境下だと、4人で、まあまあいいかなって思うんですよ、僕も。はいやっぱ密になるのはちょっと怖いなっていうのはあると思うんで、そうですね4人でちょっとゆとり持って座るのは全然いいんですけど、たまに、あの、 真ん中に座って <laughs> 一番後ろの席の両サイドとか空、はい、いてたりするんですよ。ああもう後ろ全部空いてんのに真ん中にドンと座って座ってるんですよ。で多分発想的にはまあ誰かが来たら避ければいいんでしょうみたいな感じの顔はしてるんですけど <laughs> いやお前がもうそこにいる時点で。<laughs> うん 座りにくい。そうですね。確かに。一手間加わるじゃないですか。すみません。そうなんですよ。そこちょっとよよいてもらって、座りたいんですけどって、この一手間加わるわけじゃないですか。はいはいはい。お前がもう奥に行っておけば、こっちは何の言われもなく座れんのに、何ちょっと、悠々と真ん中座ってんのっていう。確かに。 言う必要がないからな、その一手間、なんかす、あちょっとすいませんとか、あほんとそう。そうね、確かに。だから、それこそ、その2人席のところも、<laughs> たまにあの内側に座ってるやついるんですよ。はい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 。<laughs> 窓側じゃなくてね。<laughs> そう、あの僕はもうね、<ー>あの1席空いてたとしても、ちょっとでかいんで。はいはい あんまこう率先しては座らないんですよ。うん、まあまあまあね、確かに。ちょっとぎゅ,ぎ,ゅ、ね、ぎゅうぎゅうなってきたなって、なって、うん、ちょっと自分の席が近くにあって、あこれは座らんとスペースあかんぞってなった時は座るんですけど。はい、うん、はい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 。なんか、もうな、な2人席のお前、内側座ったらよ な次とかその次に降りるんならまだしもい。<laughs> いやー確かに。最後まで乗るくせにそこにおんのはうん。うん、え、なんでっていう。<laughs> 意味が、意味がわかんないですよね、あれ、マジで。本当に意味わかんない。<laughs> はいはいはい。特になんか、うん、あの、おっさんとかだったらもうそれで切れれるんですけど。はい。切れれるというか、何してんねん、このおっさんって思えるんですけど。なんか、 黒いコート着た綺麗げなおばさんとかがやられると、まあえー、いやいやそ,そういうとこだぞってちょっと思っちゃう確かにな嫌ですね確かになんかまあまあこれは正直まあもしか共感得ないかもしれないですけど、はい、あのまあ電車であのなんて言うんだろうえっ、ー、と橋まあ一列 でまあ駅着いて一番端がの人がだけ出ましたとでしたらその横の人が端にずれる人いるじゃないですか僕あれも正直ちょっとあんま意味が分かんないというか <laughs> あれはどう思いますあれに関しては、まあ <laughs>、うん、あ難しいとこだなあ隣はまあ最後僕隣には分かるんですよ 隣にずれるのはその橋の一個横席の人がなら分かるんですけど結構空いてて席が結構空いてて真ん中に座ってる人と端に座ってる人がいてで端に座ってる人が駅で降りましたで真ん中に座ってる人が隣別周り誰もいないのに端に移ったりとかするじゃないですか。なんんでそれ言いましたも <laughs> お,おっちゃんがもうハイエナのごとくいやそうしかも結構ハイエナのごとく動くじゃないですかあの人たちってき <laughs> たき来たき来たき、ね、来た,来たっていううじ、ん、であれがなんかはわ,わ自分はしないようにしようってなんか思っちゃうというか何だろうななんかなんか嫌に見えちゃうんだよなあれ。 あれは、なんの、そのね。<laughs> いや、でも、これは、でも、どうなんでも、しかしたらね。まあちょっと端っこに行きたいし。端っこが、あんのかな。あるのかもしれないですね。うん。まあ、真ん中。確かに、ちょっとソワソワしちゃいますもんね。そうか。あの、ハイエナ感なのかな。普通に。多分ね。そこだと思います。ああ<ー>。ハイエナ感がちょっと。浮気症ってなっちゃうだけで。なるほど、なるほど、なるほど。普通に動く分には、別に、その、思わないのか。多分,多分、あの、スマートに。 うんうん、なんか座られたら多分何にも思わないと思いますよ。うん,うん。そうですねそこ。そこですね。確かに。まあ、何せ僕はあの電車乗ってると横にあんまり人が座ってこないっていう。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、そうなんだ。はい。こともあるんでちょっと。電車はちょっとトラウマというのかね。あそうなんですね。あ<ラ>だからバスなんだ。そうですね。トラウマっていうほどのトラウマじゃないですけど、別にそんな。ああ<ー>。はい そうなんねえ、はい、あ,ありますよね公共の乗り物は腹<れ>立つねうん確かに腹、うん、立つことだらけだよなこかだってもうそれこそ、まあ、今はあんまないですけどあの声でかいやついるじゃないですか電車で2人とかで、まあ、飲んだ帰りかわかんないですけどまあ大体電車ってもうみんな静かに乗ってる。 しはい、はい、あの密室ですからそ,うです、ね、そんなしゃべってお前ひそひそじゃないですか別に。な中やっぱでかい声でしゃべってるやつって、はい、しかも大体面白くないんじゃないですかそうだからどういう神経なんだろう聞こえ聞,聞かしたいのかほ、うん、<laughs> 本当疑うんですよねあいつらの。おも面,、ね、面白くない話を聞かされて。うん いや本当にあれあれとかもだいぶむかつきますね僕うあの人らは多分おおまあ多分まあボリュームがバカになっちゃってるってことですよね,すよねだからもうネジが、ね、うんいや本当にまあ今はまあいないか、うんあんま、確かにいなくなった感じはしますね,ねそうっすねまあなんかそのカップル多分その付き合い 付き合うか付き合う前ぐらいの若い男女とかがやってたら、はい、あ、男頑張。なんかなんとか頑張ってんだなとか。はいはいはい。なんとか、なんとか、多分これ電車乗って、もう最後ここの会話で全て決まるんかなとか。なんか女の子と。はい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 。とかはちょっと微笑ましく、ちょっと見れますけど。まあ、そういうのありますよね。うんあの、ほほ,ほ。微笑ましいとかがどうかわかんないんですけど。はい。あの、その公共の。 その電車というか駅に座り込んでる女の子は、うん、あ,あれは声かけた方がいいやつなんですか <laughs> <laughs> いや僕はかけないなあれなんか「ねえ大丈夫?」って思うとこあるじゃないですかあれは何をもってあれをし,れしてるんですかね でもなんか一番怖いのが「大丈夫ですか?」って言われてなんかその変なんかナンパされたみたいなんかその気持ち悪いみたいな感じにされるのが怖いから多分声かけないんですよそうですね。僕とかガモさんは多分、はい、そうですねそうじゃないですか、うん、でも確かにどうしたらいいかわかんないですよねあれあれあ何なんですかねてかあのあの生き物というか。<laughs> <laughs> <laughs> いや、いますね、確かに。この年末年始、あの生き物増えてくるね。<laughs> 多分、<laughs> 駅<で>結構出てきますよね。<で>この緊急事態が抜けた駅周辺では多分、駅周辺では <laughs> ねえ大量発生してくると思う大量発生しますよね。<coughs> 割と ツインテールの子とかが多かったりしますもんね <laughs> いや僕あれには触ったことはないですねもちろんなんかやっぱ怖いですもんいや怖いっすよねあれあの爆弾と一緒でしょあんなのだって <laughs> 触ったら危ないじゃああれ,あれ一番の正解は駅員さんにあれだ、うん、伝えるんだそうですそうですそうですよ不審物がありますとすすす不審物不審物爆弾かもしれませんあれは <laughs> いや本当にね辛くてまあ本当に辛くて、はいね、しゃがんでる子ももちろんい でもそれ,それはちゃんとそれは駅員さんにやってもらおうとした方がいいです、ね。ね、それが一番いいです。どっちにしろ、ねはいはい。なんかその下心で言ってると思われるのが嫌ですもんね。私ちょっと本当に心配な時もあるけど。じゃああれはもう駅員さんってことですね。あれはもうそうですそうです、はい。言葉悪いけどあれ不審物なんで。<laughs> ん勉強になったら。 はちょっと怖いいや本当に爆発されたらどうしますだっていや、まあ、本当はなんですよねいや本当に通報されても怖いですもんねそれでねはいじゃあ駅員さん,なんかそうっすね<こ> <laughs> 僕なんか電車で前、まあ、これも電車ばっかりになっちゃうんですけど普通に乗っててで結構ドア開いてから発車まで10分ぐらいある電車だったんですよはいはいはい で普通にまああのー、席は全部埋まってると、うん、でまあでその立ってる人はいないみたいな感じでドア開いててで僕座ってて、うんうん、でまあ発車を待ってたんですけどしたらめちゃくちゃなんか親子お母さんと娘みたいなのがバーって入ってきてダッシュで、うんうん、で僕の席の前の2人立ってるんですよ、うん、はってははみたいな感じで立ってて、うん、でしたらその娘の方がなんかもう 明らかに体調悪そうなんで,すよあ<ら>でなんかなんかもう,あもうなんかきついみたいなはーはーみたいな息も切れてて顔色も悪いみたいになっててで最初いやこれどうしようかなって思ってたんですよで誰も動かないでもなんか明らかにきつそうみたいなでそれが多分12分続いていやもうさすがに変わろうと思って変わってあげようと思って変わった、うん 2>, 2秒後に、うん、そのその子がそこに、うん、ブワーってゲロ吐いたんすようわええー、<laughs> その2秒もしそこで変わってなかったら僕 <laughs> 全部かかってたんですよ <laughs> ええー、すげえすごいなと思ってそれ危機回避がすごいじゃんい,いやすごいなんかなんか感じたんすかねえー マジですれ違いぐらいでブワーだったんで <laughs> いやでも安心したんでしょうねあ<ー>ちょっと安心したら座れるかもしれないですねやっ,やっと座れると思って気が緩んで気が緩んで確かになんかあれと一緒っすねうん何か聞たい話うんこ我慢しててやっと <laughs> そのやっとがめちゃくちゃ我慢して家帰ってややっと家着いたと思ったらちょっと出るみたいなああ <laughs> 鍵開ける瞬間が一番怖いですから、ね、そ,<う> <laughs> <laughs> そこが一番ねここ,ここだぞここだぞ <laughs> と思いながら鍵開けないで鍵開けた後も結局まだトイレではないからなっていう意識を、ね、いそうなんです,すよそう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 なんですよ <laughs> 多分そうか、それがあったのか。それがあったのか、鳥刈りになったかもしれないですね。なる,なるほど、なるほど。いや、でも、いやはい、素晴らしい、素晴らしい避け方ですね,ね。いや、本当に。いや、電車はいろいろあるな、電車は本当にいろいろありますね。うん。その、世界、世界ですもんね、あれって一つのやっぱり、うん。知らない人だけの道というかね。いや、だからこそ怖いところはありますけどね、やっぱ。いろん,んな怖さありますけど。 確かに確かにいやーなかなかね <laughs> こんなにも偏見が集まるとはね <laughs> 意外と1週間の中に含めても1週間だけじゃなく <laughs> まあね自分の実生活の中にはいろんな怖いことがやっぱありますねいやーありますよだから皆さんも多分あるはずなんですよねはいこのラジオ聞いてるちまたもねうん なんか今なんて特にやっぱりこう、うん、なんだろう自由にいろいろできないからた,たまってると思いますよいやもう本当ねうんうっぷんというかうっぷんがもうあのー、口の中から出てくるなんか悪いものみたいなのの、ねうん、悪いものうん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 やっぱ出す、ね、ことはそうそれをね吐き出してほしい僕が僕とガモさんが代わりに謝るから、うん、そうですね まるであの千と千尋の湯屋みたいな感じでねそうそう浄化してあげるからそうそうそうちゃんとこっちで成仏というか浄化させますんでねぜひとも本当にメールフォームメールフォームからはいいただければかな偏見とりあえず偏見とそうじゃあ偏見と強度の自虐を自虐をはいいただければと思いますはいということで はい、結構ね、長いことお話ししていきましたが。意外と長いことやりましたね。<laughs> 今宵はこの辺で。はい、はいえー、慎んで、あごめんなさい、<laughs> 間違えた。<laughs> あれ、きっかけは、ま、きっかけ、それではこの辺ではきっかけじゃなかったでしたっけいや、きっかけでしたけど、はい。<あら> <laughs> そうはす、間違え、はい、はず、もう言えないわ、はずいな。はず、なんか喋ってたやん、きっかけ、セリフ言った後と。 そうでしたね。危ない危ない危ないじゃんねん。ギリギリですよ。いやいやアウトよ。アウトでしたガチャガチャってなっちゃった。そんな一発目からそんな。そんな。一発目からそんな失敗なんでしちゃダメですか一発目が大事なんですかいやいや、めちゃくちゃちゃんと失敗したよ。もう一回、もう一回、ねもう一回いきますか。いやもうほんとね。 <laughs> ねえいろいろねあ,ありましたけども楽しかったです楽しかったですね、うん、こんなラジオがね今後もできていけばいいと思うんですけどはーいいやーもうほんとこれから先もねいろいろとこうラジオやっていけたらなと思うんですけどねはい、うん、ちなみに大島さん、はい、今週1週間では何が <laughs> <laughs> なんで広げて何をしてんの <laughs> 何が始まるん今から。間違えた、間違えた。間違えた、間違えして違やい間違う,違う大間違いしてるから間違えた。もう、もう一時間やんのなんか。間違えた、終わる、終わる流れでした。終わる流れでやんないと。終わる流れか、そっか。うろうろ、危なんか、危ないなぁと思って、うろうろ、うろうろ、なんか、<laughs> なんか、長いこと喋ってんなぁと思ったら、始めようとしてたやまた。終わらないと。あ、危ない。また間違えるところだった。<laughs> いやいや間違えてたよ。間違えてたのよ。大丈夫カチカチやんなんかもうちゃんと最初が最初が大事だね。いやいやそうですね。間違えたりしてくださいね。いやいやそこそこだけはいやいや本当に大事ですか締めはちゃんとビタッと締めないとビタッとね締めていかないとはいじゃあそれではこの辺でいや急にあれ下手やな。 早めに行ったほうちょっとなんかうろうろってするよりは。違う違う違う違まっすぐ行ったほがいいやいや、まあね、この辺で、だからその、早すぎるって。ピタッとカチカチの、いやいやその、声もなんか変な大きくなってカチカチの声で。何してんすかそれ。間違えた。もうずいっていう。間違えたじゃない。間違えた。マイクもなんか赤いところまで行ってた。音割れてたかも。 はずいはもう最初が大事最初最初の締めは大事ですからいや気張りすぎいやいや気負いすぎですって危ない肩の力いや一回抜いた方が抜いた方がいいですああ、危なかったまあまあねい。そんなと緩くねやっていきましょうよそうですねはい。ではそれではこの辺で謹んでお詫びいたしますありがとうございましたありがとうございました